皆さんどうもこんにちは、イノファンゴーです。先日武器の耐久値の基礎編としてショート動画を公開しましたが、ご覧いただけましたでしょうか。今回は動画で完全版として解説したいと思います。なおバージョン 1.1.2 での情報となります。根本的な考え方は変わらないと思いますが、細かな数値は変更の可能性がありますので、あらかじめご了承ください。それでは参ります。まず武器にはそれぞれ決まった耐久値があります。木の棒なら12、朽ちた騎士の剣なら18、丈夫な大棒なら26と、その回数攻撃したら壊れます。武器に耐久値アップの効果があれば、小なら3から5が、大なら6から10がそれぞれ追加されるわけですね。今回は木の棒を使って解説します。早速ですが、耐久値12の木の棒にボコブリンの角をスクラビルドすると耐久値はいくつ増えるでしょう。答えは25増えるです。実はボコブリンの角に限らず、ハイラルだけだろうが、ライネルの素材だろうが、全て25が追加されます。勘違いしやすいのですが、素材の耐久値が武器に追加される仕組みではありません。あくまでスクラビルドすることで武器が潜在的に持つスクラビルド時だけ使える耐久値を使えるようになるだけです。木の棒の持つ追加の耐久値が25だったということですね。ほとんどの武器はスクラビルドすると25が追加されますが、後ほど説明する一部の脆い武器や調理器具や農具はもっと少ない数値しか付与されませんので、注意が必要です。スクラビルドした状態で攻撃すると、追加された25から消費していき、25回攻撃しても素材は残ります。そして合計37回攻撃した時、木の棒と素材が同時に壊れます。これが本動画の核心部分ですが、分かりにくいので例を挙げて説明します。まずは途中でスクラビルド素材を交換した場合を考えてみましょう。スクラビルドした状態で5回殴り、スクラビルド素材を取り除きます。この瞬間、スクラビルドした時だけ使える耐久値は使えなくなります。分かりやすいように、この状態でさらに5回殴っておきましょう。武器の耐久値が減っていきます。この状態で別の素材をスクラビルドします。するとオリジナルの武器の5回も前の素材の時攻撃した5回も復活しません。素材交換前に残っていたスクラビルド時だけ使える耐久値20が再び使えるようになっただけです。また別の例を考えてみましょう。スクラビルドしていない木の棒で11回攻撃します。残り耐久値は1になるのですが、この状態でスクラビルドします。するとこの武器はまだスクラビルド時だけ使える耐久値を使っていないので、25回が追加され、残り26回攻撃することができます。壊れかけの赤い点滅も消えていますね。一方でスクラビルドした状態で36回攻撃し、残り耐久値を1にします。そしてスクラビルド素材を交換したとします。この場合はすでに木の棒のスクラビルド時だけ使える耐久値を使い切ってしまっているため、耐久値は全く復活せず、そのままあと1回で破壊されます。ここまででスクラビルドと耐久値の関係がある程度整理できましたでしょうか。続いては武器に武器をスクラビルドした時を見てみましょう。武器に武器をスクラビルドした場合も、元の武器のスクラビルド時だけ使える耐久値が使えるようになります。ただ敵素材などと違う点は、スクラビルド素材にした武器の耐久値分攻撃するとその素材だけ消滅してしまう点です。例えば木の棒に木の棒をスクラビルドしたとしましょう。スクラビルドしたので、スクラビルド時だけ使える耐久値25が使えるようになります。しかし12回攻撃した時にスクラビルドした木の棒が壊れてしまい、攻撃力アップなどの効果も切れます。
先ほど説明した武器以外の素材をスクラビルドした場合は、元の武器が壊れるまで攻撃力アップなどの効果は続きました。ここが大きな違いですね。もちろん別の素材や武器をスクラビルドしても残りの13回しか使用できません。続いて25以上の耐久値を持つ武器をスクラビルドするとどうでしょうか。ここはもったいないですが、耐久値40の巨岩砕きを木の棒にスクラビルドしてみます。本来木の棒はスクラビルドしても最大37回しか攻撃できませんが、40回攻撃できるのでしょうか。答えは37回で両方の武器が同時に壊れるです。あくまで攻撃回数は元の武器木の棒が持つ数値に依存しているため、いくら耐久値の高い武器をスクラビルドしてもその数字以上使うことはできません。基本的にスクラビルド時だけ使える耐久値は25で一定ですが、一部の脆い武器はもっと少なく設定されています。錆びた武器や近衛武器、正規シリーズは10、七宝のナイフ以外のゲルド武器は5、骨の武器は3となっています。あとは松明やクワ、森など戦闘に関係ない武器も10に制限がかかっています。これは朽ちていない武器でも同様です。最後にマスターソードについてです。マスターソードは耐久値40で、スクラビルド時だけ使える耐久値も25のはずですが、現状スクラビルドしても40回で眠りについてしまいます。ツイッターやリディットでは初回のみスクラビルド時の25回が適用されるが、2回目以降適用されていないとの情報がありました。バグであれば早めに解消してほしいですね。もしマスターソードにスクラビルドする場合は、回復してすぐスクラビルドするようにしましょう。攻撃力だけはアップすることができます。いかがでしたでしょうか。他にもわからないことやまとめてほしいことがありましたら、お気軽にコメントいただけますと幸いです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。